ボジダル・ヤンコビッチボジダル・ヤンコビッチは、セルビアの軍人、ベオグラード出身。1874年、ベオグラード砲兵学校で教育を受ける。卒業後、砲兵の道を進み、1876年、セルビア・トルコ戦争に従軍。1877年から1878年にかけてのロト戦争時、砲兵代替副官、一級、トゥプリス旅団の副官。 参謀長を歴任。1883年から参謀本部で勤務。1884年から1887年、軍事アカデミーの教授を兼任。1885年のセルビア・ブルガリア戦争時、最高司令部で勤務し、西軍参謀長法を務めた。1893年から大隊長、不評連隊長、イバル師団参謀長を歴任。 1897年、四元区司令官。1900年から1901年、軍司令官参謀長。1901年4月から8月、国防省。1901年から1902年、1903年から1912年、退役。退役中、1908年から民間防衛を指揮。1912年から1913年の、 バルカン戦争勃発と共に、第三軍司令官。第一次世界大戦勃発と共に、モンテネグロ最高司令部参謀長に任命され、モンテネグロ軍の作戦を指導した。1914年9月、分離主義的な行動をするニコラ一世と紛争を起こし、モンテネグロを離れるが、間もなく和解し、モンテネグロに戻った。1915年6月、鋼鉄。 1919年から第四軍区司令官、ありがとうございます。